ついてこないでよ。あいつら、疲れてるっつってんのに。いい加減にしてよ。こんなところまでついてきて、警察呼ぼうよ。なんなのよ、あんたたち。そこまでだ。女一人相手に恥ずかしくねえのかよ。二人がかりの強引なナンパなんてダサすぎやしねえか。どうした？急につまずいちまって。よっと。すごい。たまに空に付き合って道場に行った甲斐があったな。これ以上はやるだけ無駄だと思うぞ。もう夜も遅いし、あんたらも帰ったらどうだ。今の力。なんなの？ち、なんだか知らねえが、ヤバそうな雰囲気だぜ。邪魔するぜ。あんたは？お前らも久しぶりだな。いろいろ聞きたいことはあるが、その力どうやって手に入れた？待てや、まだ話は。行っちまったか。すみません、助けられちまったみたいだ。昨日も駅前で俺のダチが世話になったみたいだし。どう、 2B の時坂っす。合わせて礼を言わせてください。あの、私からもありがとうございます。礼なんざいい、とっとと帰る。もうこんな夜中に出歩くなよ。愛想の悪い先輩だぜ。俺が言えたことでもねえが。それはそうと、こんなところで何やってるんだよ、久我山。こんばんは、時坂君。こんばんはじゃねえっつーの。なんでこんな夜中に一人で出歩いてるんだ。仮にもアイドルなんだろうが。仮にもって何よ。もう行ってもいいか。
このすぐ近くに私の家があるのよ。ちょうど帰る途中にあいつらに絡まれたってわけ。まったく、こんなところまでついてくるなんて最悪。そうだったのか。ちょっと待て、そもそもあのチーマーどもにどこで絡まれたんだ。ここから駅まで治安はいいし、あんな連中は普段いねえだろ。ぎっく、その仕事帰りにちょっとね。怪しいな。だいたい仕事で遅くなったら普通はマネージャーあたりに送ってもらうんじゃねえのかよ。それはその私にもいろいろあるっていうか。うわあ、もういいでしょ。別にやましいことなんかしてないし。それじゃあね。おい、そのさっきは助かったわ。ありがとう。ったく、怒ったり礼を言ったり、相変わらず忙しい奴だぜ。手を出すまでもなかったみたいね。ヒイラギ、いつからそこに？ちょうど時坂くんが駆けつけた直後くらいよ。あの先輩も来たから様子を見させてもらったの。やれやれ、人が悪いぜ。って、もしかして昼間お前が言ってた気になることってのは。ええ。あのブレイズというチーム、やはり何かあるみたいね。